ルイーゼ・フォン・エスター・ライヒト・スカーナは、イタリアの旧トスカーナ大公国の統治者、ハプスブルクトスカーナ家出身の大公女で、最後のザクセン王、フリードリヒア・アウグスト3世の妻。全名は、ルイーゼ・アントイネッテ・マリア・テレジア・ヨーゼファ、ヨハンナ・レオポルディーネ・カロリーネ・フェルディナンデ・アリーツェ、エルネスティーネ。夫が即位する前年に離婚したため、王妃にはならなかった。 ルイーゼは古国を追われたトスカーナ大公フェルディナンド4世と、その2番目の妻のブルボンパルマ公女、アリーチェの娘として生まれた。オーストリアの巫女,にして大公女、ハンガリー及び、ボヘミアの王女、トスカーナ大公女の称号を有した。ルイーゼは1891年11月21日、ウィーンで、ザクセン王大使、フリードリヒアウグストと結婚し、 間に七人の子女を設けた。ルイーゼは、突撃先のザクセン王国では国民に非常に人気があったが、儀礼作法をわきまえていないことを、衆都のザクセン王ゲオルクに責められるようになった。1902年12月9日、衆都のゲオルク王に、ゾンネシュタイン精神病院に監禁して一生出られないようにしてやる、と脅迫されたルイーゼは、兄、レオポルトの手助けで、 ドレスデン宮廷を出本した。ルイーゼはすでに生まれていた6人の子供たちは置いてきたものの7番目の子供、アンナを妊娠していた。ルイーゼはその後しばらく自分の子供たちの家庭教師だったフランス人アンドレ・ジロンと一緒に暮らしていたため、アンナの本当の父親はジロンだと言われている。1903年2月11日、ゲオルク王が出した布告により、 ルイーゼとフリードリヒ・アウグスト王大使の婚姻は解消された。ルイーゼの属するハプスブルク・ロートリンゲン家の課長であるオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世はルイーゼの民事の離婚を承認しなかった。1907年9月25日、ルイーゼはロンドンで嘆きのセレナータで知られるイタリア人音楽家エンリコとセッリと再婚し、間に息子を一人儲けたが、 1912年には離婚した。ルイーゼは再婚後まもなく、フランツ・ヨーゼフ一世皇帝によって、オーストリア皇族としての身分と称号を剥奪された。父フェルディナンド4世は、旧トスカーナ大公国の主権者としての権限を行使して、ルイーゼをモンティニョーズ伯爵夫人に助した。ルイーゼが出婚後に産んだ末娘のアンナは、ドレスデンに送られて、 兄弟たちと一緒に暮らすことになり、ザクセン王家の一員として認められた。1911年、ルイーゼは沈黙を破って回想録を出版し、ゲオルク王とその側近のザクセン人政治家たちに攻撃されて出版したことを明らかにした。ルイーゼの主張によれば、ゲオルク王の側近の政治家たちは、ルイーゼが王妃になれば自分たちが官職から追われることを恐れ、 王を動かして、ルイーゼを追い落としたという。1918年に、ハプスブルク家が、オーストリア・ハンガリー帝国の支配者家紋の座を追われると、ルイーゼは父に授けられた称号でない、リセット伯爵夫人を称するようになった。最初の夫、フリードリヒアウグスト3世もやはり1918年に、王位を追われた。フリードリヒアウグスト3世は、 カトリック教会の宗教婚の見知からは、ルイーゼと離婚していないと考えていたため、再婚することはなかった。ルイーゼは1947年に、ブルッセルで死去した。最初の夫、フリードリヒ・アウグスと3世との間に7人の子女を、設けた。このうち、長男のゲオルクと次男のフリードリヒ・クリスティアンは、同年生まれであるが双子ではなく、前者が1月生まれ、 後者が12月生まれである。2番目の夫エンリコとセッリとの間には息子を一人、設けた。ウィキメディアコモンズには、ルイーゼフォンエスターライヒトスカーナに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。